以下は、ユトランド半島南部に存在した、シュレースビヒ及び、ホルシュタインの統治者の一覧である。統治者の大半は、公爵位にあった。両地域が19世紀に、プロイセン王国に併合されて以後、シュレースビヒ及び、ホルシュタイン公爵の称号は、名目的なものとなった。シャウエンブルク家の両下ホルシュタイン伯領は何度か、分裂を経験し、 6つの家系に分割されたこともあった。1386年、デンマーク王、オールフ2世とその母親の摂政マルグレーテ1世は、ホルシュタイニコールレンズブルク伯ゲルハルト4世と、その子孫に、シュレースビ飛行国を与えた。ゲルハルト4世は、シュレースビ飛行としては、ガーハード2世と称した。1390年までに、レンズブルク伯釈家は、 ホルシュタイン・ピン・ネブルクを除く他のホルシュタイン・伯クを治療に統合した。ホルシュタイン・ピン・ネブルク・伯クは家計が断絶する1640年まで他のホルシュタイン地域とは統治者をことにしていたが、その後はホルシュタイン公国に併合された。デンマーク王クリスチャン一世はアドルフ一世の死後、デンマーク王冠の俗領であるシュレース・ビヒ公国を自分の統治下に置き、 また、アドルフの母方のおいである関係から、ホルシュタイン博領も相続した。1474年、神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世は、ホルシュタイン博を皇爵に少女した上で、ホルシュタイン皇爵とザクセンラウエンブルク皇爵の間の主従関係を解除し、ホルシュタイン皇を皇帝の直進とした。1533年から1544年まで、 デンマーク・オー・クリスチャン3世は未成年だったイボテイ、ハンス・ローコーとアドルフを名目上の共同統治者としつつ、シュレースビヒを呼び、ホルシュタイン公国を単独で統治していた。1544年に三兄弟は、ホルシュタイン公国とシュレースビヒ公国を分割相続した。この時三兄弟は、地域が分断されることに反対する両公国の 盗族たちと長い交渉を経て、領土分割を実現した。三兄弟はもう一人いる末艇、フレゼリ君に関しては、新生ローマ帝国内のルター橋協梁の監督職につけて、接収量を分け与えないことを決めた。三つの公爵料は、それぞれの歳入が三等分になるように調整されて、分割されており、特定の地域や省園などは三等分になるよう。 それぞれ割り当てられていたが、都市税や関税などは一度に集められたものを三、兄弟で分け合っていた。領地を歳入に合わせて分割したため、シュレースビヒとホルシュタインの内部にできた三つの公爵領は、それぞれがパッチワーク上に分裂していた。ただしこのような形での分割は、さらなる分割を防ぎたい、両広国の盗賊たちの思惑によって成立したものであった。 歳入に合わせた領土分割によってできた各公爵領では、諸勢力が蜂の巣状に拡挙していた。シュレースビヒとホルシュタインに同時に存在する三人の公爵たちは、全員がシュレースビヒ、ホルシュタイン、ディトマルシェン及びストルマルーンの公爵の称号を名乗っていた。クリスチャン三世の二番目の弟であるアドルフは、 ゴットルプに今日構え、より明確に他の兄弟と区別するために、シュレースビヒ・ホルシュタイン・ゴットルプ公と呼ばれた。彼の子孫は、デンマーク王家、オルデンブルク家の分子である、ホルシュタイン・ゴットルプ家を創設した。以下に示される歴代のデンマーク王と、ホルシュタイン・ゴットルプ家の公爵は、シュレースビヒとホルシュタインの2公国に対しては、共同君主として振る舞っていたが、実際には、 明確に分けられたそれぞれの領地から歳入を得ていた。クリスチャン三世のすぐ下の弟ハンスロー公は、シュレースビヒホルシュタインハーデルスレーベン公と呼ばれていたが、子供を残すことができず、一代で断絶した。また、クリスチャン三世の末息子のハンス過公も、1564年に、シュレースビヒとホルシュタインに、公爵領を与えられた。 ハンス・ワカ公は両国内のデンマーク王領の3分の1を得たため、歳入としては両国全体の9分の1を得ることになった。しかしハンス・ワカ公に始まるゾンダーブルク家の公爵たちは、ホルシュタインゴットルプ家とは違い、両国の共同君主の地位を得ることはできなかった。五百八十年に、ハンス・ローが死ぬと、おいのフレゼリクにせようと、 弟はドルフがその医療を当分して相続したため、シュレースビヒとホルシュタインにおけるデンマーク王の歳入はさらに6分の1増えることになった。二つの別々の広告に歳入上の分割を導入したことは、神聖ローマ帝国とデンマークに別々に親、属しているという法的地位の違いを超えて、両国をより不可分な関係にしていくことにつながった。 プロイセン王国政府は、ホルシュタインとシュレースビヒを併合後、オルデンブルク家の家長を両広告における陪審の公爵として認めた。以後、シュレースビヒ及び、ホルシュタイン公爵は、プロイセン貴族となった。ありがとうございます。